ニンテンドー64は、ニンテンドーが開発して1996年に発売した家庭用ゲーム機、スーパーファミコンの後継、次世代機種である。略称は 64?、64N64。1990年代中期当時、次世代機と呼ばれたゲームハードの一つで、ニンテンドーとしては初めて本格的な 3D ゲームに対応し、 スーパーマリオ64など3次元空間を自由に体感でき、その操作性を売りにするゲームが多数登場した。1993年の開発発表時のコードネームはプロジェクトリアリティで正式名が決定する以前の海外名称はウルトラ64ユーザー間の通称はウルトラファミコンだった。ファミコンやスーパーファミコン時代は開発第一部や開発第二部が ハード開発を行っていたが、ニンテンドー64は、竹田玄洋が率いる、ロムカートリッジの特殊チップ開発を担当していた、開発第3部が、ハード開発を行った。当時、ニンテンドーは、これと並行して、次世代機としての CD ロム機を製作。開発第2部部長の上村正幸によると、ほぼ完成していたとされるが、それを、発売中止にしての正式発売となった。 企画立ち上げ、当初は社長の山内博史により、ウルトラファミコンとして発表されていた。ハード設計にあたっては、レア社のクリス・スタンパーが指導、提案役として半年間参加。開発の主導権は、任天堂が取っているが、設計提案については、大半の75%を SGI が占めた。それまでのファミリーコンピュータや、スーパーファミコンは、名称、 デザインロゴマーク、内部仕様などが出荷国によってバラバラであったが、本機ではデザイン、配色は元より、韓国を除く全出荷地で、ニンテンドー64という名称に統一された。韓国の未当時ニンテンドー製品のライセンスを持っていた現代電子産業により、ヒョンデコンボイ64の名称で発売されたが、本体には、ニンテンドー64のロゴが併記された。 本体の型番は韓国を含む全出荷値でニュースマイナス -001 ピカチューバージョンはニュースマイナ -101 に統一された N64 の5や各製品の製品名シールに採用されているフォントはフラティガー第5世代としては最も高発であり 64bit CPU パースペクティブ補正 Z バッファを初めて採用しているなど他の機種に比べて 3D ポリゴンの演算能力と描画品質が高く、1996年、当時に存在していた他のゲーム機より高性能である。第5世代で唯一、ポリゴン描画で、疑似的な手法を用いず、理論的に正しい手法で描画を行ったため、CG ワークステーションに近い安定した三次元空間を、描画できた。CPU は当時、グラフィックスワークステーションメーカーだった。 シリコングラフィックスと提携して開発が行われ、メインには、リスクの MIPS R4300 カスタム、32ビット、リスクの R3000 をコアに持つグラフィックエンジンである、RCP、メインメモリには当時は、まだ珍しかった、高速なランバス D ラムを採用するなど、先鋭的なハードウェア構成となっている。64ビットの R4300 カスタムは、 最高 122MIPS の処理能力を発揮することが可能で競合機種の一つである PlayStation の搭載する CPU の約4倍の処理能力にあたる。ポリゴン機能は環境マッピングやトライリニアといった本格的なテクスチャマッピング処理にも対応しスーパーファミコンの35倍の性能を発揮する。64ビット CPU 搭載を売りにしていたが64ビットモードでは 動作クロックが下がる仕様となっているため、ほとんどのソフトウェアで32ビットモードを用いていた。また、RCP の描画能力を引き出すために、マイクロコード方式を取り入れた。これは、プログラミングによって、あらかじめハードウェアに実装された機能に、後から、プログラミングコードを追加、または、書き換えることで、開発するソフトウェアの種類に合わせた。 演算性能の特化を可能にしたものである。メーカーや開発者が独自に開発することが可能だったが、開発の難易度が上がる弊害もあった。当初、任天堂64のグラフィックスチップの性能をあまり活かせておらず、岩田里氏がアメリカへ渡り、勉強をすることでその性能を上げていった。ゲームソフトの供給媒体には、当時主流となりつつあった CD ログではなく、 ロムカートリッジを採用している。また、カートリッジにリージョンプロテクトが物理的に施されており、日本国内版ソフトと海外版では背面に当たる形状の一部が異なることで、異なるリージョンのソフトが対応しない本体に刺さらないようになっている。ただし、あくまでもカートリッジに施された物理的なプロテクトであり、接続端子は共通のものであったため、 非公式の変換アダプタを使用するか本体のカートリッジコネクタにあるカセット形状を判別する部品を外す等を行えば問題なく動作する。一方で本体にはイジェクトボタンが搭載されてないためカートリッジを本体から外すには上から手でカートリッジを引き抜く必要がある。コントローラや本体の一部のパーツにはグレーが採用された。 コントローラは三つまたの形状を採用。コントローラ中央にアナログスティック、3D スティックを装備し、新しいゲーム感覚をアピールした。しかし、小さい子供に対してはコントローラが大きいという難点もあった。レフトポジション、ライトポジション、ファミコンポジションなど、握り方が多数存在するコントローラである。主に十字キーと 3D スティックで操作する。 レフトポジションを採用したソフトは、片手で数えられるほどの少数で、ABC ユニ。また、それまでは2つが主流だったコントローラ端子は本体に、標準で4つ用意されており、多人数プレイを想定した設計となっている。4人対戦対応ソフトも数多く開発された。1996年発売の、スーパーマリオ64や1998年発売の、マリオパーティーなど、 3D スティックをぐりぐりと回す操作方法を取り入れたソフトが多かったが、この操作はスティックの故障の原因につながるほか、プレイヤーが指や手を痛めることが多く、次第にそういったことを進めるゲームはなくなっていった。しかし、普通に使っていても使用頻度によっては、かなりの短期間で操作しているキャラクターがスティックに触れていないのに勝手に動いてしまうなどの、 誤作動を起こす場合があった。この原因は、コントローラ内部で 3D スティックの動きを X 軸、Y 軸の回転として変換し、また、スティック自体を支えている部品に樹脂素材を使用していたことによる。スティックが摩耗すると遊びがかなり大きくなり、指を離しても 3D スティックが正確な中心に戻らなくなる。本体の電源を入れるとその時の 3D スティックの 位置を中心として認識する仕様のため、正確な中心位置が認識できなくなるためである。また 3D スティックの内部では、部品の一部が粉末状になり堆積する。任天堂64においてはスティックを使用する、ゲームがソフトの大半を占めていたこともあり、コントローラーを修理に出したり買い換えなければならなくなる、こともしばしばあった。なお、3D スティックは、テレビや雑誌等で、 3D スティックと呼称する場合があったが、これは誤りであり、3D スティックと呼ぶのが正しい。発売当時は、本体上面にあるメモリー拡張パック用の接続端子に剥がさないでくださいという赤い警告シールが貼られていた。メモリー拡張パックを必ず装着しなければならない、ドンキーコング64の CM では、3人の子供たちがこのシールに戸惑いながらも、 大丈夫だとシールを剥がすシーンを盛り込んで、啓蒙活動を行った。実際、メモリー拡張パックが必要ないソフトも、ターミネータパックを外した状態では起動しない。スーパーファミコン用、RGB ケーブルは対応していないが、初期型では、RCP から送られたデジタル信号を、アナログ RGB に一度 D、A 変換してから、ビデオ信号に変換する仕様のため、 アナログ RGB 信号を基板上の映像コネクタまで配線を施すと使うことが可能。中期型以降ではデジタル信号から直接ビデオ信号に変換されているためこの改造を施すことが不可能である。本体側の電源端子の形状も全世界で統一され AC アダプタ部分を除く分類ではカラーテレビの規格が NTSC 方式を採用する。 日本、韓国向けのもの、同じく NTSC 方式を採用するアメリカ合衆国、カナダ向けのもの、パル方式を採用するヨーロッパと、オセアニア向けのものの3つに絞られている。スーパーファミコンまでは本体に内蔵していた RF ユニットは出荷国の放送規格に合わせるために出荷国によって基盤を作り分けしなければならない要因であったが、 本気が発売された1996年当時は、すでに RCA コンポジット端子を備えたテレビが普及していたことや、コストダウンの観点から AV 仕様ファミリーコンピュータと同様に RF ユニットは外付け別売りとなった。CPU、RCP ドラム任天堂公式ホームページより、韓国版、ヒュンダイコンボイ64中国版、イークプレイヤー型版に見られるニュースは、 Nintendo Ultra 6T4 の略と言われている。コントローラパックコントローラブロス振動パック専用、カセットメモリー拡張パックと接続の、ヨースターミネータパックと、イジェクタ 64GB パック VRS、ユニットマイクとカバー RF モジュレータと、AV c 用ファミリーコンピュータ用の RF モジュレータの、比較バイオセンサーその他、ファミリーコンピュータスーパーファミコン用の RF スイッチは、 任天堂64でも使用可能。電車で g 6 4専用コントローラこの他にも多くの機器が発売されている。日本におけるローンチタイトルはスーパーマリオ64パイロットウィングス64最強波入将棋。プレイステーションやセガサターンのような CD ロム媒体を用いた多くのゲームが動画を多用していく中で、 ニンテンドウ64は前年例に親しまれるラインナップが多かった。発売されたソフトは日本では全208タイトルで、プレイステーションやセガサターンと比べて少ないが、ゴールデンアイレレ7ドンキーコング64、バンジョーとカズウイの大冒険、ゼルダの伝説ムジュラの仮面など人気を博したソフトや、風雷の試練になど作品として評価されているソフトも存在している。 また4人同時プレイに最初から対応していたということもあり、多人数ゲームで大きな広がりを見せた。そのため、小中学生を中心に一定のシェアを獲得することに成功した。特に、マリオカート64、ゼルガの伝説時のオカリナ、ニンテンドーオールスター、ダイラントスマッシュブラザーズなどは、売り上げも好調だった。また、売り上げこそ劣るものの、 実況パワフルプロ野球や実況ワールドサッカーなども 3D スティックでの操作性が独特でシリーズ屈指の作品として支持されている。本ハードで初めて登場したマリオパーティシリーズはニンテンドー64以降のゲーム機でも続編が発売される人気タイトルとなっている。また2001年にはニンテンドー64においてニンテンドー最後のソフトとなる動物の森が発売された。 発売当時は、ニンテンドー64市場の終末期であったことから、初回生産分はわずかなものであったが、インターネット上の口コミなどによってたちまち、品薄状態を生み出した。新作ソフトの発売は、日本国内においては2001年12月発売の、ボンバーマン64が最後となった。当時、ニンテンドーハードでは発売されていなかった、リッチレーサーシリーズだが、 海外では、任天堂ソフトウェアテクノロジーによって開発された、リッチレーサー64が発売された。北米では2003年夏まで新作ソフトが発売された。最後の任天堂64用新作タイトルとなった、トニーホークプロスケーターさんである。当初は次世代ゲーム機戦争の本命として期待されており、ゲームが変わる、64が変える。の。 キャッチコピーと共に登場した。しかし、度重なる延期で、ライバル期より2年近くも遅れた発売により、登場時には、全出荷国で、プレイステーションが、日本国内ではさらにセガサターンも、市場を占拠し始めていた。ライバル期より普及が進まなかった要因として、開発環境の変化によるゲームの発売延期、中止産入メーカー不足によるゲームのジャンル不足、 人気シリーズ不在が挙げられる。ゲームの発売延期、中止ゲーム機に 3D が導入されたことに伴いソフトの開発環境が変化し、開発人員も増大した。開発言語が従来のアセンブリ言語から C 言語へ変わり、開発環境には SGI のグラフィックワークステーション s g i オニキスが使用された。後に SGIIND も使用された。日本では、 安価なマイクロソフト Windows ベースの京都マイクロコンピュータ製インサーキットエミュレータパートナー N64 も用意された。ソニーコンピュータエンターテインメントはソフトの開発機材を安価でソフトメーカーに提供し開発環境の負担を軽減することによりサードパーティーを数多く取り込んでいた。これはもともとソニーがスーパーファミコンの開発機材を作っていたりなどしたためノウハウがあったことによる。 しかし当時のニンテンドーは従来通りソフトごとに開発者が独自にプログラムを組んでいたためプログラムのライブラリーを作るという発想がなくましてやそれをサードパーティーに配布するノウハウなどなく当初はセカンドパーティーの増強を考えマネージメント会社マリーガルを設立して対処していた開発環境の変化はニンテンドー自身にも大きな影響を与えた岩田は ハードの能力と自由度が上がったことで、逆にゲームにおけるハードの限界が明確でなくなってしまって、プログラマーにとってはどこまでハードの性能を出せるのかが分かりにくくなってしまった、オプティマイズやチューニングといったゲーム制作の本質とは違う仕事が爆発的に増え、作り手は思った通りにゲーム制作ができなくなってしまったと述べている。そのため、開発が長期化してしまう状態になっていた。 ほぼ時期を同じくして、任天堂64の発売直後に出るはずだった、周辺機器、64DD も暗礁に乗り上げる。当初は、ファミリーコンピュータディスクシステムと同様のハードになる、はずだったが、様々な構想が消えては、生まれる状態が起き、その度に開発延期が繰り返された。最終的に、製品群構想となったが、発売が遅れすぎたこと等が響き、 ほとんど定着しなかった。こうして、開発の困難さから任天堂64は、発売初期から、すでに参入メーカー不足により、ソフト不足に見舞われ、特に、ハード発売より、約3ヶ月は、サードパーティーは愚かハードメーカーである任天堂からも、新作ゲームが一本も発売されない状況に陥る。任天堂は1996年内に、セカンドパーティ製のものも含め、 16本の自社ソフトを発売する計画だったが、ソフト開発の遅延や 64DD の発売延期などにより4本しか発売できず、後に発売にこぎつけたものすら半分ほどで、残りのものは発売中止となった。また、発売当初のキラーソフトの一つ、ゼルダの伝説時のオカリナの発売が大きく延期したことも大きな痛手となった。ゲームのジャンル不足参入メーカー不足で、 致命的だったのは、ファミコン、スーパーファミコン時代に抱えていた国民的な人気を誇る RPG シリーズが離れたことであり、ファイナルファンタジーシリーズは大容量メディアであることを理由に、ドラゴンクエストシリーズは普及台数の差と 64DD の開発遅延をきっかけにいずれもプレイステーションに移籍。RPG 不足は後々までを引いた。 それ以外にも当時は対戦格闘ゲームの絶頂期であり、セガサターンはバーチャファイター、プレイステーションは鉄拳などの格闘ゲームでハードの売り上げを伸ばしていたが、ニンテンドーは勝ち負けがつくゲームはマニアックになりやすいという理由で自社で格闘ゲームを開発しない方針をとっていた。同時期はプレイステーションやセガサターンのマルチプラットフォーム作品がたびたび登場していたものの、 ニンテンドー64はディスクメディアを不採用にしたことやコントローラーの形状といった操作体系など他のハードと異なる面が多いことを理由にマルチプラットフォームでニンテンドー64に発売された作品が少なく対戦が格闘とゲームなどは後期になってもあまり発売されなかった評価こうした要因により本体価格を下げて対応したが普及が進まず 最終的なハード出荷台数は同世代のプレイステーションセガサターンに及ばなかった。この結果、任天堂は末置きゲーム機のトップシェアを失い、その後2世代にわたりその座を巣に明け渡すことになった。後年3内は、任天堂はソフト体質の会社だが、任天堂六十四64はハード体質の人間によるものであるため、任天堂六十四64を当時から不満に思っていたと。 解雇している。一方で、本体デザインは評価され、1997年には、グッドデザイン金賞を受賞している。日本市場では、蒸気の原因により苦戦を強いられたが、北米市場においては、蒸気の事態がほとんど起きず、スーパーマリオ64や、ゴールデンアイレーレーなのが NPD 調べで500万本以上売り上げるなど、有力ソフトがハードを牽引し、 累計販売台数2063万台とエッセニス、波の市場を築くことに成功した。当時の北米では、任天堂と同様に、プログラマが独自でプログラムを組むことが多く、プログラム問題があまり起こらなかった。また、RPG、格闘ゲーム不足については、日本と異なりさほど人気がなかったことにより、問題とならなかった。米国では、 画像処理能力とコストパフォーマンスなどが評価され、タイム誌によるマシンオブジー・アー96を受賞した。宮本茂は、ニンテンドー64はね、とりあえず、日本ではすごくトーンが下がっているし、ヨーロッパも結構厳しいですし、不安な状態に見えるんですけれども、アメリカの勢いのおかげでビジネスとしては完全に成り立ったと述べている。ありがとうございます。